劇場内と皆さんのパワーと私たちのパワー
Yeah!
もう帰る、すぐの準備したいからもう。じゃあ、もう来ました。じゃあ、バイバイ。
動していて、夢があるじゃないですか、はい、将来の夢っていうのが、うん、そうじゃなくて将来の小さな夢、はい、何でもい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 い、大人になったらやりたいなみたいな、はい、小さな夢、何でもいいんだ、何でもいいんですね、はい、私はね、ちなみに、うん、やっぱりあのね、子供ができてね、うん、私は朝ごはん作るでしょ、お弁当作るでしょ、で子供のためにちっちゃな幼稚園バッグみたいなのを作ったり、あとは寝かしつけたりとか、いろいろ。でもさ、料理できないの。できるんですよ。これだけだね。カレーライスでも立派なご飯ですから、カレーライスでしょ、まず。はい、皆さん、いい夢を見ようね。いい夢を見ようね。
ってやろう。ああ、と思って。え、海の家でバイトしてそう。どちらかというと。ああ、いや、秋丸君、いらっしゃいませみたいな方に。いやいや、サーフィンをします。サーフィンしたいのに。そうだよね。ボードとか持ってそうだもん。ああ、持ってないですけど。いや、なんか持ってそうなイメージは、自分でもあるの分かるでしょ。いやいや、でも、わかります。え、自分で言っちゃうのね。サーフィンって難しくない？なんかさ、え、とか波の上に乗るんでしょ。うん、私、一回そういう体験をしたことあったじゃん。で、乗ろうとしたら、後ろに捨て氷。捨て氷。いや、でも大丈夫。練習すればうまくなるはず。あれはやったことあるの？あ、ない。なんだよ。だからやったことある程度今話してたけど、そんなこともない。ないね。ないのか。ないからやってみたい。あ、そうなの？そう。え、美咲は？私は、私、海はクラゲに刺されたから、私は入りたくないんだけど、市民プールに行きたい。市民プール市民、市民プール。市民プール、あれ。サンシャインプールじゃなくて、市民プール。行ったことあるけど、なんか市民プールのちょっと小さな滑り台をなんか滑りたいな。なん身長制限ないんですか？大丈夫？いや、多分私は身長でスッて終わるけど、すごい一緒でしょ。そう、でもなんかそのちっちゃな滑りを楽しんでみたい。まあ多分乗った瞬間スターンって落ちるでしょ。すぐ終わるよね。そう。だから多分美咲はあの何スライダーってちょっと損してるの。人より降りる面積少ないのもあるし。何十センチ長さを楽しむものなの。そうそう、長さはあんま楽しめてないから、マリアみたいなのを教えたらさ、コロ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 、いや、なんか体勢とか変わってそうだよ、中でなんか巡り返してさ。あー、マリアで、たまにね、なんかプールでさ、その行きこう降りてったのなぜか帰りこっちから出てくる。あー、しましたよね、プールで。あるよね、あるある、ちょっとよ、なんかあんなから出てきてるのみたいな。そう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 。で、そう、プールじゃなくて、私海に行きたくて、でその夏に向けてちょっと体を絞りたいなと思って、今年こそ、去年水着着れなかったんですよ。休みもなかったし、そのなんか海に行く機会もなかったから、今年こそ海に行って水着着たいなと思うんだけど、じゃあ今のからだね。いや、王じゃなくて、いや、久米さん の, あの水着姿ちょっと見てみたいなと思って。あるよあるよ、見たいでしょ、見せないけどさ。で、その水着を着たくて、フロテインダイエットを始めたので、プロテインダイエットって、まあ、美味しいか美味しくないかって言ったら、まあ、想像に任せるけど、私は、まあ、好まないかなって感じの味なわけ。甘いよね、すごい甘いんですよ、私甘いの苦手だから。で、そのプロテインダイエットを飼育して飲むんですけど、スタバのストローがあって、うちになぜかスタバのストロー、スタバのストローを刺して飲んだら、何、あの今最近出たさ、なんか新作の味になるかなって絶対するでしょ。私が飲んでるから、で、今ちょうどなんかストロベリーチーズケーキみたいな出てるから、ちょっと新作気分で飲んでみたら、プロテインダイエット健在だった。もう何も変わんない。だってスタバのストローなんだって、プロテインはプロテインじゃん。いや、中学生にそんなこと言われてた。え、気持ちの問題しても、いやー、スタバだから、カップも、え、カップ美味しいとか言ったらダメだけど、私は本当は牛乳に混ぜて飲むらしいんですけど、私お水で混ぜて飲むんですよ。あの頃デブだったなみたいな思われるかもしれないでしょ。8キロも痩せたいの？いや、8キロ、5キロぐらい痩せたいな。今徐々にちょっと痩せてきた。てか、筋肉つけようと思って、うん、脂肪を減らして筋肉をつけようと思ってるから、ちょっと夏までちょっともうちょっと絞りたいんで、まあ、絞れたら報告しますね。絞れなかったら報告しません。はい、じゃあ、次の曲どうしようかな。じゃあ、さくみ、紹介して。はい、次の曲か。最後の曲は明太ロックです。お聴きください。
今日は青い、もう一回いいですか、ちょっとやり直しますね。はい、はい、今日は影アナでも言ったと思うけど、はい、みんなのパワーと私のパワーで、はい、劇場が、はい、もうパワー満点になったと思うので、これからも、はい、まだ1週間は続きますが、ちょっと一生懸命一緒に頑張っていきましょう。はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。特にですね、あの、旅館の温泉の水かな
でしょ。そう、何個目にあるの。一番最初かな。おお、なんか負けあれだね、眉毛が一番セクシーなのかな、塊では。でも実はちゃんと彩香はもともとセクシーじゃん、見るからに。そうだね。そうだね。でも2人に負けないようにね、いつ必死に鏡の前でやってたんだけど、ちょっと課題かなと思ったの。そうだね、頑張れ。ちなみにマーノ、マーノあれですね、私も最近トロピックサマーに出させてもらって、あのコーラのさ、シュワシュワって音があるの、皆さん分かりますか。分かりますか。そう、うん、あのジャンプ力を見てほしいです。私はジャンプするだって。しな、ちょっとやっていい。じゃーん。え、それジャンプするの。昨年さんの娘がルールの王子様が終わった後にチャン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 、めっちゃ飛んでたから。そう、私ジャンプ力には定評があるので、もう走り高跳びの選手だったんですよ私。あ、そうそう、だからそこを注目していた。これからもジャンプに注目すればいいんだね。まあ、なんか至る所でジャンプしてますので、だからぜひ注目してね。ここそこのジャンプを注目してほしいな。はい、エリリンは。私は最近、アストラトレンド の歌詞が猫のようにっていうところがあるんですよ。ね、そこ のいかに猫っぽさを出せるかをちょっと最近研究してるぞ。はい、ちょっと最近どうやったら、あれ可愛いよね。ですよね。私猫、私もちょっと昔やってたんだけど、小さな兎を見つけたの。
回目公演、2回目公演ともに終わってしまったんで、明日は公演がないんですが、来週また公演があります。そして明日は飯塚の方でオートレースのイベントに、市原が参加しますので、皆さんそちらの方も遊びに来てください。ステージが2回、そして敵が1回あると思いますので、皆さんぜひぜひ明日も HR と楽しい週末を過ごしましょう。本日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。お待ちください。